ってるわけないじゃないですか。いや超思ってます。嘘つき。この階段ですれ違った時はね、うん、その後すぐ電話もらって車の中で、めっちゃ暗い声で、うん、こっちがびっくりだよ、うん、じゃあ俺が悪いんや重くしたの変速と爆臭とかやるかもお前もやらなかった。まあ恥じないようにとか常に脅しました。いや今年もちょっと渋ってたの最初2番つけるんですね。つけるからね、長くつけてほしいな。そうですね、感じますよ、すごく。何歳ですか？30歳です。で、31人か29歳で30歳寒いんだよ昔は結構怖かった。人見知りなのか何なのか、人を寄せつけないオーラがすごい出てるの。嘘つけよ、お前そんな出していいよ。40歳の様あれどうしたって言ったらベンジ書いていた。伊藤がどうついたか何やどうついたかって。ヘタレな10番、ヘタレな10番ですよなんかお前筋トレしすぎやって言うたの覚えてます。アマラを覚えたら変化した時びっくりしたけどね。えこの身長でアマラを覚えたとつかんでねえ。お前言っちゃったんじゃないか。英介さん用のベッド待ったしね。あったね。俺の部屋があったもんだもんな。お前もなんでやねん。昔にね、プレミシの前のチームがね、J1 上がるために頑張ってくれればいいと思いますけど、J1 でつけて、まあ、ちゃんとした本当に2番かな、ジェフで2番で、J1 でつけるのが、バッチリです。そうなんだ。